ブライダルナビチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ブライダルナビの中西由美です。このチャンネルでは結婚に関する知識やお得な情報を配信しておりますので、よければチャンネル登録もお願いいたします。今回は絶対知っとくべき4種類のウェディングドレス編でございます。結婚式でウェディングドレスを着ることは女性にとって憧れですよね。これこそ結婚式準備のメインイベントと言ってもいいんじゃないでしょうか。今日は世界一素敵な花嫁になるためにどのようにドレスを選べばいいのかお伝えいたします。ドレスショップには本当にたくさんの衣装があるんですよ。で、その中から衣装を選ぶって本当に大変なので、ある程度どんなものがいいのか自分の中で決めておいてから行った方がドレスショップでの滞在時間も少なくて済みますし、っていうのもドレスの試着って着たり脱いだりするだけでかなり時間がかかってしまうので、なるべくスムーズにドレスを選べるようにぼんやりでもいいのでイメージしておくことをおすすめします。まずドレスショップに行って聞かれることが、どんなラインがいいのかっていうことです。ドレスのタイプは大きく分けて4つあって、 A ラインプリンセスライン、スレンダーライン、マーメイドライン。 A ラインは腰の位置から裾にかけて徐々に広がっていくシルエットがアルファベットの A の形に見えることが由来です。シンプルで上品なシルエットであり、ウエストがすっきりとフィットすることとボトムに重心が集まることでバランスも良く、 A ラインはどんな体型の人でも似合いやすい人気のラインです。A ラインは結構縦の流れを強調できるので身長が高く見える効果もあって、さらにヒールを履けば身長が低い花嫁様もスタイルよく見せることができるっていうのが魅力の一つです。そしてプリンセスライン。プリンセスラインはウェディングドレスの王道スタイルでございます。スカートの部分がふんわりボリュームで膨らんだラインのドレスなんですけれども、お姫様のようなドレスの形って言われています。お尻の大きさが気になる方は隠れるのでおすすめですし、体のラインが結構カバーされるのでどんな体型の方にも合いやすいです。プリンセスラインって最高ですよね。逆にこれ以外のラインはもう私は考えられないくらい、もう絶対これがいいっていう感じなんですけれども、っていうのもドレスって着る機会って普通だったらなかなかないと思うんですね。ですのでもうせっかくなので、もうブリブリの派手派手でいったらいいんじゃないかなって思います。そしてスレンダーライン、こちらは上から下まで直線的な形をしていて、ほっそりとした全体のシルエットが体のラインに流れるようにフィットするんですね。でシンプルで結構スタイリッシュな印象で、コンパクトな披露宴会場でも映えますし、動きやすいのでガーデンウェディングとかレストランウェディングなどカジュアルな披露宴にもおすすめなドレスです。こちらは長身で細身の人はスタイルの良さを強調できるのでおすすめです。そしてマーメイドライン、ドレスの膝下部分から広がりのある形をしていて人魚のように美しいラインです。大人っぽくセクシーなイメージを演出できます。メリハリのあるデザインなので女性らしい自然でしなやかな曲線美を見せることもできます。マーメイドラインでも華やかさをもっと出したいっていう方は、裾の部分にフリルとかドレープが入ったタイプだとおしゃれになりますし、そのままタイトでスタイリッシュな印象がいいなっていう花嫁様は裾の広がりが控えめなタイプを選ぶといいと思います。マーメイドラインが似合う体型の方っていうのは背が高くてスリムでメリハリのある体型の方って言われているんですけれども、あまり背は高くないけどマーメイドラインを着たいっていう花嫁様は高さのあるヒールを履くとバランスが取れるので良くなると思います。以上、今回はウェディングドレスの主な4種類をお伝えいたしました。ドレスのことでお困りの方はブライダルナビと提携している大人気衣装店の衣装が 50% オフで花嫁様も新郎様もレンタルできますので、気になった方はお問い合わせくださいませ。ブライダルナビではこのような結婚に関する様々なご相談に乗っております。店舗でのご相談も、自宅から婚約指輪、結婚指輪、結婚式場の相談ができるオンラインでのご相談も受けたまわっておりますので、ホームページのお問い合わせフォームか LINE アットからお問い合わせくださいませ。皆様のご来店をお待ちしております。ブライダルナビのアメーバブログは YouTube で話している内容が記事で読めますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ブライダルナビの Instagram の投稿は結婚に関するあらゆる豆知識、ストーリーズは私の日々の様子をアップしていたりなんかもしますので、ぜひそちらもご覧ください。リンクはこの動画の概要欄に貼っております。ブライダルナビチャンネルのチャンネル登録もお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。